はい、皆さんこんにちは、さすらいのあきどです。静岡ホビーショー2019年、まだまだ紹介します。第3回目、長谷川さんブースから行ってみましょう。長谷川さんといってはまずこれでしょう。クラッシャー場のニューキット、ミネルバス、そしてファイター2ですね。ファイター2はドンゴなんでしょうかね、ちっちゃいドンゴ。操縦席にはよく見えませんけれども、アルフィンとリッキーですかねが、乗っていますね。このキット専用のカラーもあるようです。そして待望のミネルバ、まだ試作品段階でこれが完成品ではないそうなんですけれども、もっとですねディティールが細かくなると担当の方はおっしゃっていましたが、まあこの状態でも十分かっこいいミネルバです。担当の方にちょっと聞いてみたんですけども、ミネルバが発売になってこの次のキットはどうしても来たくなりますよね。ちょっと聞いてみたんですけども、やっぱりですねシリーズものは一番メジャーなところから発売していって、どんどんシリーズ化していくっていう可能性はあるんですけども、やっぱり一番最初のですねキット化したメジャーなものが一番売れて、その先はですねどうしてもですね売れ数は落ちていくみたいです。そして気になる次のキット、いろいろ聞いてみたんですけども、残念ながらドンゴはですね要望の声が少ないそうです。ドンゴもなかなかいいんですけれどもね、ガレオンとかですねもう旧キット、宝さんの旧キットがですね履帯がボロボロになってるキットが多いので、ダメなんですけれども、ドンゴの方の旧キットはですねまだ手に入りやすいので要望として上がってこないのかもしれません。そしてですね私事なんですけども、今私の中では10バック駅機が、マイブームなんで、このプラモデルちょっと気になりました。大きいですね。こちらのですねキャノピーの中のですねパーツの作り込みとかも非常に細かくてですね非常に心惹かれました。かっこいいです。青島さんの VF ガールシリーズ、やっぱり力入ってますね。こうやって見てるとですねこのシリーズも組みたくなってきますね。やばいやばい、何でも作りたくなってきますね。そしてどんどんいきましょう。次は50周年のホビージャパンさんのブースです。はい、そしてホビージャパンさんといえばですね雑誌の作例を展示されているのが多いですね。これもエヴァですね。写真で見てもですねかなり迫力なんですけども、現物はもっと迫力がありました。この手の感じなんかすごいですね。ぜひですね本物を、見てほしいところです。
そしてガンダム系のプラモデルの作例も、写真で見てかなり精密なんですけども、実際ですね肉眼で見るとさらに精密で、いい感じです。そしてこれはホビージャパン50周年仕様のミクさんですね。カラーリングが、ホビージャパンカラーになってます。髪の毛もツヤツヤですね。いい感じです。そして気になるブースといえばここゲームズワークショップさんですね。なんとここではですね今回ペイントですね、シタデルカラーのペイント実演であの瀬名助さんがペイント実演をされていました。それは絶対見に行きますよね。そして瀬名助さんなんですけども、ちょっとお話したらやっぱりペイント歴はやっぱり3年ぐらいだそうです。すごいですねこの人。実際にですねシタデルカラーでペイントする瀬名助さんの実演が見れてとても楽しかったです。ちなみにこのキャラクター瀬名助さん自身が描いたとおっしゃっていました。可愛いですね。そしていつも必ず寄ってしまうこのスタジオユーワさんですね。今回ですねあんまり買い物っていうかほとんど買い物はしなかったんですけども、ここのユーワさんのミニプラだけは買わずにはいられません。なんかラインナップ増えてますね。相変わらずですねミニプラ、楽しいミニプラがお値打ち価格で売ってるスタジオユーワさんでした。そしてですねこちらゴシザルですね、ブラウンタイプのゴシザルも買ってしまいました。これでメーカーブースの紹介を大体終わりますけれども、なんとですねこれで終わりじゃありません。世界最大級の模型展示会、モデラーズクラブ合同作品展が残っている。これがですね恐ろしいとこですね。静岡ホビーショーまだまだ続きます。